は、ワゴンタイプの高級中型乗用車であり、口述のようにマーク2クレスタの海外使用者に当たる。マーク2セダンタイプワゴンタイプないしは、クレスタの姉妹車でもあり、マーク2の日本国外使用者として親しまれた。日本だけでなくジンバブエ、南アフリカで生産され、アメリカ合衆国を中心に、各国へと輸出されていた。 生産期間は1976年から1992年4代にわたって製造された。セダンタイプは歴代のマーク2の最大排気量モデルから構成され、当時のアメリカ市場ではトヨタブランドの最高級車として販売されていた。4代目をもってその歴史に幕を下ろすこととなったため、後継モデルとして誕生したアバロンにその座を譲ることとなった。 初代には、セダンワゴンの他に2ドアハードトップが設定され、3代目は、セダンワゴンの他に4ドアハードトップが設定された。MX30 クレシーダセダン MX30 クレシーダハードトップこの台のみにドアハードトップが存在し、ヨーロッパなどに輸出されていたが、北米仕様には設定されておらずセダンワゴンのみ、カナダは、セダンのみであった。北米、カナダ。 オーストラリア等には 4M 型6気筒二2.6リットルエンジンが、その他の地域には 18R 型4気筒二2.0リットルエンジンが搭載されていた。同車を特徴づけるグリルとヘッドライトの間にあるランプは、北米使用者については、ポジションランプ兼方向指示器として、その他の国向けには、日本使用 X30、40型マーク2同様に、車腹等として機能する。 MX63 クレシーダセダン MX62 クレシーダワゴン 5ME5MGE2.8 リットルエンジンを搭載した。マーク2に存在したハードトップはクレシーダでは一旦消滅しセダンとワゴンのみのモデルとなった。また東南アジアオセアニア向けについてはフロントマスクが同時期に販売されたのチェイサーのものを流用した。ボディパネルについては 日本国内向けマーク2セダンをベースとしクレスタのフロント周りのパネルを流用していた。また、歴代のクレシーダの中で最も販売台数が多いモデルでもある。各、シムケチの違いについて解説する。3タイプのボディのうち4ドアセダンはシムケチにもよるが、唯一サンルーフの設定が存在した。 MX83 クレシーダ後期型 7MGE3.0L エンジンを搭載した。ワゴンハードトップが消滅し、セダンのみのモデルとなった。また、このモデルを最後に消滅。ありがとうございます。